球ラケットに卓球ラバーを貼っていきます。前回の動画で、接着剤をつけたラケットが乾きました。透明になりました。白い接着剤の部分が透明に、完全に透明になって、ラバーも接着剤を塗って白い部分がなくなって完全に乾いた状態です。卓球用の接着剤は貼りやすく剥がしやすいので非常におすすめです。普通の接着剤で塗ってしまうとラケットからラバーが取れなくなってしまったり、ラケットの木がベリッと剥がれてしまったりして、傷んでしまうので卓球用の接着剤をおすすめします。ラバーは3ヶ月ぐらい使うと寿命が来てしまうので貼り替える必要があります。なので卓球用の接着剤ファインジップをおすすめします。この接着剤が一番使いやすく接着力も強く一番人気の接着剤です。では貼っていきます。ラバーのスポンジ面のくるっとひっくり返してシートの方ですね、この真ん中の部分とラケットの真ん中の部分を合わせて貼っていきます。これはラバー用のローラーです。 TSP の伸ばし子というものです。空気が入らないようにそーっと押さえて端からコロコロコロっと空気が入らないように貼っていきます。もし空気が入ってしまった場合は真ん中から外に来る。